滋賀県長浜キャノンの工場ですが、約3000人の労働者のうち、直接雇用は1138人に過ぎず、半数以上は派遣労働者と言われています。派遣工場というのがこの工場の実態じゃないか、これ調査に入ってください。いささかでも違法状態があれば、そこに調査に立ち入り、そして厳しい是正指導を行います。はっきりキャノンに調査に入ると言えないところが情けないですね。きちんと言えばいいと、調査に入ることを求めておきたいと思います。日本共産党の志位和夫委員長は6月29日、滋賀県を訪れ、労働者から現場の声を聞くとともに、翌30日、長浜キャノンの工場を訪れ、キャノン幹部から聞き取りを行いました。労働者との懇談では、派遣労働の深刻な実態と、それを変えるために戦っていることがリアルに語られました。そのアパートに入ってから、布団台からテレビ台から洗濯機台からありとあらゆるものを全部利用料となると。なので、先ほども話に出てましたけれども、不完工の契約期間というのは最長2年11ヶ月ということで、最初は5ヶ月間という契約になるそうなんですけれども、5ヶ月間の有給もない。懇談では派遣労働者が住む会社の寮について、そのひどい実態が出され、翌日現場を視察しました。長浜工場では製造ラインなどを視察するとともに、本社専務長浜工場長らキャノン幹部に派遣労働の実態について正しました。これではですね、キャノン本社とグループ会社の11社の製造現場での派遣の活用をおやめになると。で、年内におやめになると。年内に、はい、会社全体としてこの問題については大変に反省していると、反省をして許していただけるのは実態を変えていくしかないんだから、その実態を変えるということで、今一年ちょっとですかね。 C 委員長の聞き取りにキャノン専務はこう答え、年内までに派遣労働をゼロにすることを約束しました。キャノンからの聞き取りを踏まえ、市が労働局を訪れ、強制としての取り組み状況を尋ねた市委員長は、最後に記者会見で、今回の調査についてこう語りました。この労働法制の問題、派遣の問題はですね、私ども一貫して取り組んでまいりました。そして労働者の戦いもあり、我が党の論戦もあり、一定程度ですね、前に向かっての変化が生まれていると思います。で、先ほど言ったように、製造業での派遣解消への動きが出てきたのは一歩前進だと思います。しかし、それに代わって現れてきた機関工は、さっき言ったように2年11ヶ月で首が切られる。そして請負の方はですね、偽装請負の危険は免れないという、両方とも行き詰まりになっていると。この行き詰まりから本当にまともな道に行こうと思えばですね、これやはり正社員化という太い道をですね、切り開くしかないわけで、そういう方向で戦いも前進させる必要があるし、労働法制の抜本的な見直しってことも必要になってくると、そのために力を尽くしたいと思っております。